はい、こんにちは、こんばんは。超英語学習実況のジャパンダです。今日も StudySuppleEnglish を使って英語の勉強をしていきたいと思います、はいえ。今日はね、2020年6月25日21時8分ということで、今日もね、えー、昨日に引き続いてライブ配信で英語の勉強をしていきたいと思います。 皆さん、これちゃんとライブ配信できてますかね、まあ、これが終わったらね、アーカイブとして、えー、残るので、アーカイブでね、えー、見ていただいても嬉しいなと思いますので、皆さん、応援のほどお願いいたします。はい、えー、皆さんの応援でね、この超英語学習実況が毎日英語頑張れてますので、えー、引き続きね、チャンネル登録とかしていただけると、 ライブ配信があるときにね、お知らせが行くようになりますので、ぜひともチャンネル登録や高評価いただけるととても嬉しいです。それでは、ね、今日はね、45かな、レッスン45、行動を促すということでやっていきたいと思います。はい、き、え、ょ、ー、はね、えー、行動を促すということで、アランはニコリともしないまま、 冷蔵庫から自分の牛乳を取り出すとレンジで温めてくれた。優しいね。あらね優しいのか優しくないのかさっぱりわからない男だ。真面目なんだろうね。多分ね本当はい,いいね。いい優しい男なんだけど真面目すぎるからなんかこう白黒はっきりつけたいんだろうね。それがね、なおから見たらなんかちょっと感じ悪くか映るところもあるんだね。はい、じゃあ、えー、トレーニング1の。 Kai to Hi Alright. Here you are. Drink up. Thank you. It tastes better with a little sugar. I'll pass. I've never drunk milk with sugar in it. Do what you want. I suppose you could stand to try something new though. んなんかミルクできたよって言って、ホットミルク作ってくれたのかなで、ミルクも入れるって言って、うん、いらないってなおが言ってね。あのミルクはいらないよって言ったら、なんかトライしてみるといいんじゃないみたいなことを言って、でもいらないよみたいな感じを、っ,あった感じかな、うん All right, here you are. Drink up. Thank you. It tastes better with a little sugar. I'll pass. I've never drunk milk with sugar in it. Do what you want. I suppose you could stand to try something new, though. What do you mean? Just try it. You might like it. I don't want sugar. It tastes fine, just like tastes just t h うん。はい。そうだね。Here you are こうどうぞって言って、ありがとうって言って、ミルク入れる、ちょっと入れた方がおいしいよって言って、うん、でもいらないって言って、えー、なんかトライしてみるといいんじゃないみたいなことを言ってたね。はい。じゃあ、問題を解いていきたいと思います。はい。90秒で解いていきます。 Pass. れでも、聞いいてたら、ね、集中できないよね。今やりながら思いました。えー、90秒でやらなき Nao がすべきことは何だっても言ってます。か。Drink some tea with milk. Get up early tomorrow. アルルシガーとは、ミルク。ギブ him、ね、ハー、オネスト、オピニオ a カンケナイネ。ワイ、ダナウ、ドウ、ワッアラン、シャジェスト、ぜしないんですか She has n e v e r tried トライ t b e f o r e 今までしたことはトライ doesn't really milk。ミルクが好きじゃない、関係ないね。She likes tea with milk。ミルク、と一緒のティー、が好きだ。 シ o ルはとても大変です。ああ、んか、どれだわかんない。これか、シ t ルはとても大変でか。今までしたことはしたくないってこと言ってんだね。はい、3本目です。Why does Aaron think n o w should try his s u g g e s t i o n a a が彼 n の提案を、べきと考えていると、アランは考えている理由は何で,ですか

その辺、なんか聞き取れてなかったな。新しいことやるべきだよっていうふうに考えてるっていうふうに思いました。はい。ということで、回答していきたいと思います。はい。あ、全部合ってたね。よかった。はい。えー、3問正解できました。じゃあ、上から見ていきます。What does Alan say now should do?Alan はなおがどうした方がいいと言っていますか Add milk sugar to milk. ミルクに砂糖を少し加える。そうだね。これだってね。えー、解説で言うと、アランは、砂糖を少し入れると、ベターになるんだ。もっといいんだよって言って、ミルクに砂糖を入れることを勧めているので、C が正解です。ミルクティーを飲むとか、明日早く起きるとか。 彼女にの正直な意見を言う、Give him h e honest opinion とかということは言っていないよということだね。はい、2問目です。Why doesn't Nao do what Alan suggested? なぜ Nao は Alan がサジェステッドした、提案したことをしなかったんですか答えは、She has never tried that before. 今まで試したことがないからといことだね。 She has never tried that before. Now, I'll pass. I'll never d r u n k with milk sugar in it. 砂糖を入れてミルクを飲んだことがないのだから、やめときます。I'll pass. って言ってんだ,、ねはい、だから、A の、She has never tried that before. 今まで試したことがないから、やらないよって言ってんだね。B は、She doesn't like milk. 彼女は牛乳が好きではないから関係ないよねナイレ。シーラックスティーウィズミルク。カノジョア、コーミルクを入れて飲むのが好きこれも関係ないよねーシーンクス、イッツツツゥエク o パンセブ。カノジョア、シュロタカイトカンガイディル。オカネナハシャナカイセチはい。サイゴサン Why does Aran think?NOW should try.His suggestion。NOW が 彼への提案をトライすべきだと考えているのは、アランはどうしてそう思っているんですか ?He thinks she should try something new, 新しいことを、何か新しいことを試してみるべきだと彼は考えているよということだね。アランは、I suppose you could stand to try something new, though. まあ、そう。でも、君は、 新しいことを試すのが苦にならないと思うと言って、なおに新しいものを試していることを進めていたので A が正解です。ということ ?I suppose 私は提案します。あなたにが、があなたがスタンド、スタンドトゥ我慢するってことか。我慢する、スタンドトゥトライ、サムシングニュー。うん、このスタンドトゥトライっていうのがあれだね。えー、今日出てくるね、たぶんね。 He thinks she should try something new.B が、He thinks she likes sweet drink. 彼女は甘い飲み物が好きだと彼は考えているから、関係ないね。He thinks everyone does that、みんながそうしている。そんなことは関係ないね。He thinks it's healthier, 健康にいいというふうに考えている。じゃないよね。新しいことを試してみるべきだと考えているってことはね。 Alright, here you are. Drink up. Thank you. It tastes better with a little sugar. I'll pass. I've never drunk milk with sugar in it. Do what you want. I suppose you could stand to try something new, though. What do you mean? Just try it. You might like it. I don't want sugar. It tastes fine just like this. Mm -hmm. Alright, here you are. Drink up. Thank you. It tastes better with a little sugar. I'll pass. I've never drunk milk with sugar in it. Do what you want. I suppose you could stand to try something new, though. What do you mean? Just try it. You might like it. I don't want sugar. It tastes fine, just like this.、うんね、It tastes fine, just like this. このこれだけで、このようにだけでテイストファイン、美味しいよって言ってんだ。砂糖入れなくても美味しいって言ってるんだね。はい。3問正解できたので、次行きたいと思います。<music> はいパーフェクトでした次行きますはい45日あれだね連続で英語の勉強をしています自己ベストを更新中になりますはいじゃあ次回の予告ですやっぱりアランは苦手だと改めて思うなおそれでもホットミルクのおかげかすぐに眠れたことをアランに感謝だと 寝れたんだねでもアランは苦手なんだねアランは嫌いだけどミルクは好きなんだねはい、そんな感じで次、明日楽しみにしていきたいと思います単語入り読むチェック会話の中で出てくる重要な語彙表現の定着を図るトレーニングですということで全4問少ないで今日はねドリンクアップドリンクアップ飲み干すテイストテイスト味がするスポーズスポーズなんだ おのめかす、だと思う、じゃあ、言いはる、違う、なんだ。サポーズ。提案する、おのめかす、いはる、だと思う、サポーズ。だと思う。can stand to, can stand to, 耐えている、うん、耐えられるってことだね。<laughs> はい、えー、ドリンクアップ、e s u p p o ーツ、can stand to, can stand to, 耐えることができるっていうことだね。 はい、パーフェクトでした。はい、ディクテーション、きますリスニングに、最も効果的と言われているトレーニングだということで頑張っていきたいと思います。全級も、多いね。はい。All r i g Here t h you are。Here you are。All r i g Here t h you are。All right, Here you are。Drink up! なんで、とにかく。Thank you。間違えた数多い割に、は簡単なのが多いね。今日ね。Thank you。ていって,言ってると難しかしのくのかな。ビつつ better with a little sugar。 It tastes better with a little sugar. With a little sugar. 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 It tastes better with a little sugar. It tastes better with a little sugar. It tastes better with a little sugar. Do what you want.

Do what you want 違う Do what you want この1文字ヒント一応か Do Do what you want わかんない What か Do what What Do what you want. You, do what, do what you want to come. Do what you want. Do what you want. Mm -hmm. なるほど。Do what you want. Do what you want. Do what you want. I suppose you could stand to try something new, though. You can. I suppose you could stand to try something new, though. I suppose you could stand to try something new, though. I suppose you could stand to try something new, though. Could stand to I suppose you could stand to try something new, though. Try something. New. So, I suppose you could stand to try something new, though. I suppose you could stand to try something new, though. Mm. Let's what, do you what do you mean? What do you mean? What do you mean? Just try it. Just try it you might like it you might you might you might like it like it you right like... you might like it skin now はい、九問で多かったけどね多い時は簡単なものが多いって感じでね一個ちょっとできなかったけどナイストライでしたはい、次行きます会話文チェックです音声聞きながら会話の英文と日本語訳を確認してみましょう普通速度で聞いてきます Alright, here you are. Drink up. Thank you. It tastes better with a little sugar. I'll pass. I've never drunk milk with sugar in it. Do what you want. I suppose you could stand to try something new, though. What do you mean? Just try it. You might like it. I don't want sugar. It tastes fine just like this. All right, here you are. Drink up. Thank you. It tastes better with a little sugar. I'll pass. I've never drunk milk with sugar in it. Do what you want. I suppose you could stand to try something new, though. What do you mean? Just try it. You might like it. I don't want sugar. It tastes fine just like this. Hi. はい、パーフェクトでした。次はキーフレーズチェック。動画の後にテキストを読んでキーフレーズを覚えていきましょう。コードを促すレッスン45です。Hi there, I'm Steve Sarace, and today we'll pick up this fun phrase, "Drink up." Drink up. Now, in this course, I'll tell you if a phrase is used with friends only and is casual, or if it can be used generally. this is for friends only. In a casual setting or in a casual relationship, you'd say, "Drink up." Okay, let's check it out. 動詞プラスアップ何ニして何ニしちゃえのパターンがあります。その一つは drink up。<Drink up. S 1> Here you go. drink up。飲み物を渡しながらそして飲んじゃえ飲んで Okay, There are other patterns and other phrases. Listen up. Listen up. So this means 注目 Listen up. Listen up. Listen up, everyone.、Mm hmm. To a group of your friends or people that you know. Listen up. Listen up. All right. There's another fun phrase, "Man up." Do you know what that means? Otoko gyo misete, man. Mm -hmm. Man up. Man up. So these fun, friendly phrases mm -hmm. are today's points. Mm -hmm. See you next time. See you. What's, What's Up, up. What's up? はい。ということで、今日のキーフレーズ、ドリンクアップです。今日のポイントは行動を促すときの表現です。友達に対して何々してとか何々しちゃえというときに動詞プラスアップを使います。例えば、友達に飲み物を渡しながら飲んでと促す際にドリンクアップと言います。友達や知り合いの集団に対して注目してと言いたいときにはレッスンアップ使います。男気を見せてはマンナップです。 えー、そういった楽しくてフレンドリーなフレーズも使えるようにしましょう。はい。ドリンクアップ。飲み物をサードのデートを進めるときに使える表現です。カジュアルな表現なので、友人など、親しい人に使いましょう。はい、今日の関連キーフレーズです。It tastes better with a little sugar. 少し砂糖を入れるとより美味しくなるよ。ベタになるよ。 it tastes better with a little. で飲み物飲食物のちょい足しアドバイスができます。テイストは形容詞と伴って何々の味がするという意味を表します。tastes strange ストストで変な味がする。tastes good でおいしい。good 比較級 better にして t a s t e better とするとよりおいしいという意味になります。 I, I suppose you could stand to try something new, though. I suppose you could stand to try something new, though. あなたは新しいものに挑戦することが苦にならないと思う。I suppose you could stand to try something new, though.I suppose that you could do that. あなたは何々することができると思うという意味です。I suppose 何々で私は何々と思います。確信や根拠はないけれど、何々ではないかと思うという意味合いです。はい。一口コラムドリンク、飲むにはお酒を飲むという意味もあります。I don't drink で私はお酒を飲みませんという意味になります。またドリンクドライブで飲酒運転をするという意味です。飲酒運転ダメだね。はい。 気をつけましょうドリンクドライバーダメです。はい、次行きます。はい、パーフェクトでした。次行きたいと思います。リードルックアップです。英、はい、文を見ながら音読、和文だけを見ながら音読ということで、いずれにしても音読は大事だよっていうようなことで、全3問やっていきます。ドリンクアップ。簡単だね。ドリンクアップ。 ドリンクアップはい。おとこのわ。ドリンクアップ。ドリンクアップ。あなドリンクアップ。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 はい。きたね。い問目 It taste better with a little sugar。It taste better with a little sugar。

はい。お手本は ?It tastes better with a little sugar.It tastes better with a little sugar.It tastes better with a little sugar.It tastes, sugar. tastes better with a little sugar. はい。できたね。はい、さんも。I suppose you could stand to try something new,zo. なかいで、ね。I suppose you could stand to try something new,zo. はい、ろこんします。 I suppose you could stand to try something new, though. I suppose you could stand to try it, something new, though. I suppose you could stand to try something new, though. I suppose you. Could Stand to try something new, though. I suppose you could stand to try it, something new, though. I suppose you could stand to try something new, though. I suppose you could stand to try something new, though. はい、ちょっとあれ一手入っちゃったけどまあできたねはいできたことにしましょうおまけですパーフェクトおまけパーフェクトはいえー、今日最後のあれだねコーナーで瞬間発話プラクティスになりますある状況に対して問題が出題されます相手の発言を聞いた後本レッスンで覚えたキーフレーズを活用して英語を 回答していきましょう。全さんもやってきます。はい、状況1。あなたは最近日本に来た友人と居酒屋さんに来ています。居酒屋さんって言っちゃうので、ね、居酒屋じゃなくてね。問題1え。唐揚げに感動している友人にレモンをかけるともっと美味しいよと言ってみましょう。相手の発言は、This fried chicken is fantastic.This、うん、fried chicken is fantastic. ファンタスティックだったよねはい、レモンをかけるともっと美味しいよ It's better with a little lemon はい。おともは ?It tastes better with lemon.It tastes better with lemon? 回答は ?It's better with a little lemon. <laughs> ちょっと違うけど。でもなんか気持ちは通じるよね。通じるんじゃないなんかああ通じると思う。It tastes better with lemon. ベタービズはできた。いっとベタービズは取れてたもんね。それは入れる、加える、かけるとよりおいしいですという意味です。フライドはフライで調理するの、油で調理するのを加工分子で油,で揚,油で揚げられた、油脂で揚げられた、炒めたという意味です。It tastes better with.It tastes better with. はい。どうしようかね。Is じゃない、テイストか。It tastes better with. 後で復習にしようはい。状況にです。あなたも友人もすっかりお腹いっぱいで最後のお茶を飲んでいます。お茶飲んでたね、居酒屋でね問題にもうそろそろ帰る時間だという友人に分かったと答え、残ってるお茶を飲み干すように飲んじゃってと、促してみよう。なんだそれ。はい。相手の発言は ?It's about time to go home.It's about to タイム、ゴーホームって言ってね、分かった、分かったと答え、残っているお茶を飲み干すように飲んじゃって、と促してみよう。難しいね。分かった。OK、残っているお茶を飲み干すように飲んじゃって。 OK! ドリンクアップで T!OK! ドリンクアップで T! そうだねお茶って言ってんのもんね。お茶入れてなきゃこれはなんかあれだなら T! って言ったけど、解だよねドリンクアップ で飲み干すという意味です。何々を飲み干すというときはドリンクアップ、またドリンクなんちゃらアップを言います。うん、まあドリンクティーアップって言った方が良かったのかな。まあでもドリンクアップだよね。<laughs> はい、えー、じゃあできました。ちょっと微妙だけどできました。最後に何だラーメン屋行っちゃったお腹はいっぱいだけれどもラーメンは別腹。あなたと友人は思わずラーメン屋に入ります。あららら。ラーメン行っちゃった。 飲んだ後のラーメン。問題3です。ラーメンが和食なのかと聞く友人にそういうことができると思うよと返事をしてみましょう。どういうことそういうことができるよと思うよと返事をしてみましょう。うん、はい、相手の発言は Is ramen a Japanese dish? Is a ramen? Is, a, is a ramen? Japanese d i s h Is ramen a Japanese dish?、うん そういうことができるよとお返事をしてみましょう。なんだ ?I think it's そういうことができる。えっと、I think そういうことができる。そういうことができる。そういう,そう,いうことができるよ。え、uh,、I think. ヒント。It's ramen or Japanese dish. あなたは、I suppose you could. ということ。これが見えるんだ。その他、そういう、そう。 I suppose you could say so. 難しいね、女。んな。I suppose you could say so.I suppose you could say so. <laughs>、はい、あなたの回答は ?I suppose you could say so.I suppose you could say so.I、はい、suppose you could あなたは何々することができると思いますという意味です。 せい、so、そうのそうは前の発言を受けてそうそのようにという意味です。I suppose you could say so? はい、お手本も一回聞きましょう。I suppose you could say so。はい、まあ、できたね。ヒント見たけどね。はい、パーフェクトでした。はい、今日は全部あれかな、ゴールドのメダルになってマスターできました。まあ途中で、ね、ちょっとおまけで。 合格した、正解にしたのもあったけれども、はい、できました。はい、えー、じゃあね、今日も6月の25日の、えー、スタディ・サプリ・イングリッシュの勉強でしたが、ライブ配信2回目ということでね、昨日よりもに比べて、なんか変な緊張というかね、変なこう意識が集中できないということはなく、えー、すっといつも通りでね、勉強できました。はい ライブ配信だからってね、なんか特別なことが起きるんじゃないかっていう、ちょっと緊張があったけれども、そういうものもなくなって、これからね、えー、ライブ配信でやっていこうかなとも思うんですが、えー、一番ね、あのー、気にしていたアップロードの時間が短縮するかなと思ったら、ライブ配信の方がアップロードの時間すごくかかっちゃったり、サムネを作ったりするのがね、なんか余計めんどくさくなっちゃってて、えーまあ、一長一旦あるかなというふうに考えています。 はい。ということで、えー、今日のね、レッスンは以上で終了したいと思います、えー。超英語学習実況ということで、これからも応援よろしくお願いいたします。今日の動画は以上です。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。失礼します。ライブ配信を終了します。